はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオコース名かっこ適当すぎやろあのコース名。まあまあそれはいいとして、アイテムあると簡単って書いてるんですよ。これちょっと詳しく見るよ。見てみたらさ、キノコ取ってピンクコイン取るじゃん。そしてフラワー取ってピンクコイン取るじゃん。そんで鍵が手に入ってゴールできるみたいな感じと思うんですけど、そんな簡単にじゃないよね。このクリア率が 1.61% って低いのは、そんな簡単にいけるはずじゃないと思うんですよね。一回もダメージ受けないでゴール。いや待って、やめてこれ。いやそういうこと、なるほどね。っていうことはこれ綺麗に真ん中に入らないけんパターンでしょ。うわ難しい。はっ、いややっぱダメだよね。いやこれ本当に綺麗に真ん中に行けってことだね。これ右から行ってみる全然意味ないと思うけど、いやこれ本当に行けんのかな真ん中に。うわやっぱ無理だよね。うわ一回も当たらないでゴール、めちゃくちゃ厳しいね。よっしゃ来た、よっしゃよっしゃ、あと一回だね絶対ミスに予感しかしてない。田辺、あはははこれめっちゃ厳しい。ちょびちゃんで行った方がいいね。ほらほらほらね、これが行きやすい。だから2回目もこのちょびちゃんで行こう。はい、バイヤーやだ、もうやだ帰る。上手くなってきた。1回目がめちゃくちゃなんか上手くなってきたんですよ。はい、やった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 早くゴールしろよって話なんですけど、いやーこれほんと難しかったね。はい、それじゃあ次のトロールコースはですね、リスナーさんからいただきました。この方ですね、いろんなトロールコース結構出してるんですけど、ピオキングさんのために死に耐久コースを作りましたと、そういうコメントがあったんでですね、ぜひやっていきたいと思います。トロールチキン is enjoy dying。これを訳すと、ひよこの王様は死ぬのを楽しんでいるらしいんですよ楽しんでねえよ結構きついんだよこっちも。それじゃあ早速やっていきますか。まあ一応ね、死に耐久があるっつっても騙しコースだからねまあまあ普通に行きましょうか。さっきの葉っぱいるね。この葉っぱがいる感じだね。この辺で待っておく。あ、取れた取れた。そして当たっていく感じだね死耐久コースっつっても死耐久に引っかからなければいいだけの話でしょちょっと待って、あと1回当たらないか。だからここ1回タヌキになってもう1回当たって左上に行くパターンだね。いやそうだよね、いやきっとそう。そしてここでジャンプ、よし、うわピーボンピー、いやー危ない、ジャンプ待って、これはどういう死耐久ですか。死耐久でも何でもないでしょ何この引っかかり方。ゲイ教えてよ、ユウタ同じ名前やんかじゃあここは上に上がって、あのバネが来る前にピー持つ感じ、そして上に逃げる。何いや面白いね。なんかね、死に耐久にはまだ引っかかってないんですけど、罠の作り方が結構特殊で何逃げる危ねえザマーネーズで、ここで踏んで右下は行っていい、多分ここね行っていいんですよ。そしてジャンプ、いや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 、あ、いやこれまだ引っかかってないよ、いけるよこれ、ほら来た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 、で左、ここは右下に追っておいていい、で何もない何もないで、はいオッケー、次どうなる、次どう来る、あ中間ポイントくれるんだ、ありがてえ。金魚には引っかからないんですよ私、金魚よけマスターだからね。じゃあこの左のドアから入ろっか。さてどういう感じですかねこれ。あ、ピンクコインコースだね。多分ここヒップドロップしなきゃ絶対いけないと思うんですよね。おりゃー、どこ行った、どこ行った、何え、これは引っかかってんの、どうなんだろう、このままどっかに入って、うわ絶対新耐久じゃないのここ読めんだよ何この新耐久、あれだね、何もしてくれないパターンの死に耐久だね今回は。いや多分ね、いろんな死に耐久があると思うんですよ。こういう何も動けない死に耐久からの、自分で動いて死に耐久するパターン、甲羅を吐いてそのまま降りるパターンだね。だから一旦吐きます、でヒップドロップしないで降りる、こんな感じでしょ、オッケーで右、よしよしよし、そしてどこに行こっか、
このファイヤー取れんの、うん、無理だね。右はこっち、あ、いけるんじゃないのこれ。いや、バーブルが落ちてこないな。あ、入ってしまった。P を押したら多分この大砲は消えるんじゃないかな。ねえ、多分そうでしょ。じゃあここ P 押して左に行ってみる。左に行ってすぐジャンプして避ける。オッケー、めっちゃ早い。あ、でもさ、ここフラワー取れんくない？ P がなくなったらなんか変わってんのかな。あれ、あ、右に行ける。あ、これかな。これ取って左にダッシュして逃げる。いや大丈夫、取っていい、取ってよくって、取ってよくって、このままこっちでいい、合ってる。バネ持っていこうか、なんか必要になってくるかもしんないこれ。いやー危ねー。よし置いて、あーあー待てって、なんかバネ持っちゃってるって。いやなんかおかしいって、なんかさっきと違うやんかー。これキノコ取っちゃってるけど、ちゃんとやられれるのねえ、ちゃんと2回攻撃してくれるの。どこ行ってんのよ。いやすごい作りだね。一旦さ、バネ置いてたらいいみたいな。あ、違う、待って、ピンクコイン取るの忘れた、取るの忘れたんだって、違うんだって、もう一回入りたい。大変ね。マジかよ、ピンクコイン取り忘れたんだけど。何の中間ポイントよここ、ピンクコイン取り忘れてんだよ。もう一回今んとこ行かないけんね。いやファイヤーないやん。ファイヤーないやんか。あ、いやでも上のあれもないね。なんでバネであいつを塞いでいこう。まさかの制作者もそんなこと考えてないでしょ、こんなことされるって思ってないでしょ。いくよ、はい、あーバネ。よしよしよし、まだ間に合う、まだ間に合うよ、はい、いやー、ここしっかりピンコイン回収して右にダッシュしていく。よし、これでいいね。それじゃあ2つ目のドア行きたいと思います。ここはどんな感じなんだろう。うわ、ドッスンが来る感じかな。花ー、ここは左ダッシュしてドッスンの花を避ける。花を避けるって花ね、ちょっとイントネーションがおかしかったんですけど、ここは大丈夫、うん、そんなん来ると思ってました私。なんでここは右にダッシュしていこう。これで合ってるでしょ。え、違うの、え、マジで違うの、こっちじゃないの。うわ、引っかかった感じ。ここ私に耐久か、ここどんな感じ今回は。あれ、どんな感じだろうね。あ、これは楽勝だよ。見よってよ、一発でいきます。おい、はい、一旦左行ってみようか。一旦左行ってで、もう一回左に戻るパターン。あ、これって正解。いや何やってんだろうね、こっちじゃないね。うわ、あの死に耐久めっちゃ難しい。いや、ここでジャンプして、そう、これで合ってんじゃない。次はここは左ダッシュして、でバネが出てくる前に上、よし、そしてここは音符ブロックを押してみようかな。押してみるね、はい。いや、これ上いけんのかな、いけんくさい。いや、これで合ってる合ってる合ってる、これで合ってて右にジャンプしてスター取ろうか。スター取って左に行く感じでしょ、はい。うわ危な、え、こっち、うわ危ねえ。倒されるとこだったぜ。でこっちに行ってスターを取ってからどうすればいいんだろう。あれ、こっからどうするの。あ、いけんくない、ここ。なるほど、このブロックを出してたらもうダメだった感じか。多分スターを取って一旦左に降りよっか、多分それで合ってると思うんだよね。でこのまま左に降りる、そんでここでジャンプして右に渡る。なに、そっちはずるい、それはずるいよ。どういうやられ方これは。右下に行く感じですか。いけー。頼む、いけ、いや、しゃがんで、これむずくないですかね。この右下に入るのはなかなか至難の技ば、狙い定めます。いくよ、ポカー。いや、これむずいって、これは技術でもなんでもないんじゃないんですか。これはこれ運的な感じじゃないの、きっつ。え、本当に合ってるこれで、これちゃんと右下いけた、やったね、あと1回だね。おい、いや、これきつい、これさ、死体球さ、求めるてる人、これ求めてんのね、みんなこんなの求めてんの、頭おかしいんじゃないんですかね、みんな。
こんなボヨンボヨン跳ねてるだけの見たいんですか。違うよね、みんな違うよね。よし来た。で、あとは下に行くだけだね。よし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 。なに、なんで戻すのよ。もう一回これしろってか。鬼だね。ゆうた、みんな見て、58秒残り。相当苦しいんだここ。いや、めっちゃ難しい今の地理耐久。もう引っかかりたくないね、あれ。いや、マジで引っかからんようにしよう。ここで左、よし。で、ここでどっち、なに。だってここ一回ジャンプ、そう、これで下に行く。いや、これで合ってる、絶対合ってる、合っててっていうか、やっためっちゃきついんだってここ。ここ右なんかあるんだろうね、ラスト。なるほど、あと1個取ってこいってか。カロンが出てきたところかな。あ、こっちだね。いや、相当しんどい今日。いや、これまだだねきっと。ほーら、分かってるんだって。じゃあここのドクロコースター乗って左上に行く、そんな感じ。こっち、なにめんどくせえ。あ、これタイミングゲーか。行くよ、ちょっと待ってて、集中するで。タン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 。もう A 連打で行こう、もう A 連打で行こう。こんなのもうリズムじゃない、頼む頼む。全然いけねえ。あ、いける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 ぞ。全然進んでる、これ一発は進んでる。これ一番むずいかもしんない今までで。これきっちりリズムに乗ったらいけんじゃないの。いくよ、はい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 。振り出しじゃねえか。なんか左下に救済措置が来た、救済措置が来た。これ頼む、左に行かして、左左、なんでこういう時だけ上に行ってんの。頼む、左に行かしてくれ。よし、こっちでやられるパターンでしょ。うわ、こっちのが難しいんじゃないの、下手したら。ほら、これ難しいよ。え、あのオンオフの隙間入れってこと。結構きつくない、こんな感じ。え、こんな生き方。結構厳しくないこの生き方。いけない人多分ずっといけないと思うんですけど。さあ、ここは下に行ったらダメだね、鉄球があるもんね。左上、なに。これ一回出しておいて左に行こう。そんでジャンプジャンプ、オッケー。うわ怖い、ここもう絶対引っかかれるつせるつもりしかないもんね。ここジャンプ、うわなんもないのが一番きついって。ここの行き方が分かんないで、どうしよう。一旦こう来て、でこれかぶるんじゃないので、ジャンプ、よし。そしてどうしよう、オンオフ行っていいのかな、オンオフじゃない、 P スイッチの方行っていいのかな。 P スイッチ行ってみるね。いや大丈夫だったら、でこのまま右行こう。で音符ブロック、いやこのままジャンプ一回、これ合ってる合ってるよね、合ってて、ここで踏んでオンオフが変わる。そしてどうなる、何これ。いや合ってる合ってる、いやこっち合ってるよね。やったさあラスト、やっとだ。めちゃくちゃ今日長かったよ。よし、絶対素直にはやらせてくれないよね。どんなゴールが待ち受けてるんだろうね。何これ、何ですか。あ、右行けるね、よかった。そして、あ、ここはどんな感じなんだろう。これやられたらさ、あれ戻ってこれない感じ。いやでも、いやもう行くしかねえ、行け、どこ行ってんの。そっちじゃねえって行くの、何よこれ。え、オフコース、もちろんっていう意味だったっけ。そんなんだと思ったよこれ。どういう上に行ったら何があるかだよね。いやこれ地味にむずい、嫌いじゃないよ、こういうの嫌いじゃない。さっきのオンオフやりかはマシ。いやむずい、一旦ツタに捕まるでしょ、一旦ツタに捕まって、え、どうすればいいんだろうこれ。こう、え、待って、無理。いや、いける、よし。で、このまま右に行って、
めんどくせえ、これほんと何このめんどくささで、これを3回繰り返せと。いや違う、ゴールや、ありがとういやビビタ、これ3回繰り返すの絶対無理だもんね。いやどうもありがとうございました。まあ一言だけ言わして、このコース、鬼畜。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。